小康開き号松静,静工は全身の基地の流れを整えて各種慢性病難病がんなどに優れた効果を発揮する工法で松静単立や風呼吸法自然行行とともに重要な基本行の一つです3上り3不3開き合い3回上がって3回降りる3回開いて3回閉じる これと同時に、重心を前後に移動しますする動作により、気の流れを正しく調節することができます。また、驚いて気が見られた時の調整などにも、この工法が有効です。昇降開き合いは、片足を前に出した姿勢で、4方向、次に、左右の足を変えて4方向を行い、それを本行とします。呼吸は自然呼吸で、目を閉じて、 心も体もリラックスさせて、ゆったりと行います。A 予備校待つ静単立、中短電3個気呼吸、中短電3個開き号を行います。B 本位差を一足を一歩踏み出す。予備校が終わったら、待つ静単立の姿勢から、左足で転をしてから、左足を一歩左斜め前に出し、かかとから軽く地面につけます。 出した左足に重心を移し、体を右側にひねり、右足を左足に対して45度の角度に向けます。両足が根の字型になったら、前の左足にかけた重心を真ん中に戻します。両足のかかとが一直線上に並ばないように注意します。この一連の足の動作は、両手は両脇にだらりと垂らした状態で行います。 はじめに男性は左足を女性は右足を前に出します。ここでは男性が左足から出す方法を図示し,し解説します。女性はすべて左右逆に行います。2回目上昇中丹電中穴上丹電両手のひらを体に向けてゆっくりと中丹電の前に持っていき 両手の中指の先同士が触れるところまで近づけますそのままの形で両手を正中線に沿ってゆっくりと中穴まで上げていきます両手を上げながら徐々に前足に重心をかけていきますそれに従って後ろ足のかかとが上がります両手が中穴まで上がったら手のひらを体に向けて手のひらの小指側を合わせて 指先を上に向け印度穴上丹田まで上げていきます指先が印度穴に来たら合掌します次に重心を後ろ足にかけていきます後ろ足に重心がかかったら前足のかかとは上がります三上単打開く号印度穴の前で合掌した状態で体を後方にゆっくり倒し徐々に 重心を後ろ足にかけていきます後ろ足に重心がかかったら前足のかかとは上がります前足のかかとが上がる位に上体を後ろに倒したら合掌している両手を横に開いていきます肘は直角になる位まで曲げた状態にして両手の手のひらが外側を向き両手の甲が向かい合わせになる位まで両腕を開きます次に そのままの高さで手のひらを向かい合わせて閉じていきます。そして両手を閉じながら体を前に傾けて重心を前足に移し後ろ足のかかとを上げていきます。重心が前足に移りきった時に手のひらは印堂穴の前で合掌の形になっています。41回目加工上丹田中穴中丹田。両手のひらを合掌したまま。 重心を後ろに戻していきます。重心を後ろ足に乗せると前足のかかとが上がります。この時同時に両手もゆっくり下げていき中穴まで来たら中指の先を合わせ手のひらを体の方に向けそのまま中丹田まで下げます。5中端打開く後後ろ足に重心をかけたまま中丹田の位置で手のひらを下に向け 両側に、ゆっくりと肩幅より広く開きます両手を返して向かい合わせ、今度は、重心を前にかけながら、手をゆっくり閉じていきます。この時、後ろ足のかかとが上がります。6、2回目上昇、下降中端電、中穴、下端電。重心が前足に移り、後ろ足のかかとが上がったら、両手の中指の指先が触れ合ったまま、 手のひらを体の方に向け、そのままゆっくりと中穴まで上げていきます。今度はその手を体ごと引いて、重心を前足から両足の中間に移し、そのままゆっくりと腰を落としていきます。では、中指が触れ合ったまま下に向け、腰が下がるのにつれて下げ、膝より少し下の位置、下丹田の前まで下げます。腰を下げるのは。 かなりの負担になることがあるので妊娠中や生理中の人や下地したり手術直後の人は無理をしないようにしますこのような場合は楽に下がるところまで腰を落として次の元たんだ開く号を行います七下た打開く号下たんの前で手の動きは中た打開く号と同じ要領で手のひらを下に向けて ゆっくり外側に開きそしてゆっくり閉じる開き号を行います83回目上昇下降下丹田中穴中丹田中指の先が触れ合ったまま手のひらを体に向けそのままゆっくりと腰を上げていき重心を前足にかけていきます同時に両手を中穴まで持っていき重心を後ろ足に移しながら 前足のかかとを上げ両手の形はそのまま中端電まで下げてから重心を前後の足の中間に戻して待つ静単立の姿勢となります。一方向が終わったら前足のつま先を上げ外側小指側に90度向け前足に重心を移して後ろ足も前足の後方でレの字の形にして。 45度開いて調節し2回目を行います3回目4回目も同時用に方向を変えながら行います最初北向きで始めると4回目は東向きになります4回終わったところで右足を前に出し左足と逆回りで4回4方向を行います C を下向こう左足4方向右足4方向 合計8方向で昇降開き号を終了すると最初の向きに戻ります最後に後ろ足を前に出して両足を平行にして立ちますそこで唾液を3回に分けて飲み込み中短電3個開き号中短電3個気呼吸待つ静短率の順に行います D 急速実練り工時間の3分の1から 1> 1 2分の1以上の急速をとります。